本当に頼む。急に賢者タイムになるんだよな。あ、これ絶対入ってる。うわあ、すごくね俺帰らなきゃ。やばい、130万これ。心臓止まったこいつ。頭のおかしいやつだと思われてたから、お隣さんに。向こうの声聞こえてくんだよ。俺その中結構大声で喋ってたからね、キレたりしながら。20分待ちしない。サーバー変えないとな。でも PMC このサーバー調子いいんだよな。マッチング早いんだよさっきから。配信外でグラブとか出たら規制発してるんですか。あ、横に妻がいたらめっちゃ説明してる。マークドキー出た時横に妻がいて、うわ来たわっつって、何も分かんないのに説明してる。いやこれって400万すんだよねって。もう誰、マジでワンシーズン通して手に入んない人の方が多い。冗談だけど多分1000人に1人ぐらいしか持ってないアイテムだよみたいな超説明しながらやってる。1人の時はグラブとか引いてもおっって言って終わってる。おっっておっってでも言うね、やっぱおーって言って、おーって感じかな。あー、やっぱ帰りて帰りてって、1人を帰りて帰りてって。もうこれ口癖だな俺。いいもん拾った時にスッてした瞬間、帰りて帰りてっていうのマジ口癖になってる。これは一人でも言ってるね。やべ、頼むってずっと一人でつぶやいてる。さすがにやっぱ死にたくねえもん。いや、みんなそうじゃね、タルコフラって多分やってる人。絶対いいもん拾った時みんな手震えながら、頼むって言ってると思うよ。絶対言うよ。でも本当にね、俺、神に祈る時ないけど、ちょっと祈りたくなるもん、なんか。やっぱ、払いたくて、うんこ漏れた時と、高いアイテム拾ってスカブで帰ってる時だけはちょっとやっぱ祈るもん。本当に頼む。頼む、もうここで死んだらもう俺引退するって。一人で縛りかけてる。絶対俺だけじゃないと思う。もうマジでこのゲームのスカブでいいアイテム拾った時の比率気半端じゃないから。他じゃ味わえないよ。なんか、で帰った後にはこれ落とすやつもいるんだろうなーって、ちょっと急に賢者タイムになるんだよな。もうこれ落としてたら、泣いてただろうなーって。俺はでも、スカブでグラボ拾って落としたことはないっすね。一度も、今のところ。もう今シーズン4枚ぐらい拾ってるけど、スカブで。一回も落としてない、今のところ。インテリジェンスも4枚ぐらい拾ってるけど。スカブでマークド落とした。スカブでマークド落としたら、ちょ、俺引退だわ。普通に多分俺配信外でも大パンするよ。全部配信外ですか？俺、高いアイテム配信外でしか拾えない。なぜか。意味わかんない。まあ、多分、配信外でスカブ、俺すごい回してるからと思う。パソコンつけっぱにしてて、マーケットの時間とか見てるし、ちょっと空き時間あったら、空き時間あったらしれっとやってるから。もう7、8分で終わるから。しれっとやって。マジで引きがね、配信してると弱いんですよ。俺にいいものを拾ってほしくないって思ってる。運営が操作してると思ってる俺、配信中は。配信してない時に、俺もマークドキー3枚拾ってる。リザーブのマークドキー、カスタムのマークドキー、ソタルのマークドキー。やばくない？全部配信外だよ。グラボも半分以上配信外でしょ。しかもめっちゃやってるわけじゃないんだよ。配信中の方もプレイしてんだよ俺。さすがに寝る前に一戦やるか、風呂入る前に一戦やるか、その一戦で拾う。配信で引いてみたいわ、マークドキーとか。インスタントリプレイなんて入れてないわ。なんかインスタントリプレイ、ココちゃんが、ま、なんかのパソコンの時に俺がいない間に押してて、とんでもない時間録画してたことあるな。まあ今のハードディスクでかいから録画しても大丈夫だけど。オルトと Z だっけ、猫が踏んで録画してたことある。右下緑色になんか光ってて、うわって、あのインスタントリプレイでも配信できるんですよ。できたんですよ、昔。やべえ、配信してると思ったら、録画だった。ずーっとスキップになってた。クソ焦った、あの時は。20分なのかな？俺が行く前からついてたんだよ。パソコンに座る前から、ココちゃんがいて。カードキーを配信で弾いてほしい。いや、俺も弾きてえよ。弾けるもんなら。今期のカードキー弾けないはさすがにない。まあでも俺は弾けないと思ってるね。今のカードキーに引く価値はないから今引きたくないんだよね。またカードキーが無限になったら引きたい。今のカードキーに価値ない、ぶっちゃけ。カス。本当にカス。10回しか使えないなんて。いや、マークドキーの方が正直強いっすね。今期マークドキー引いてないやつは、どんだけカードキー引いても意味ない。いや、でも無限カードキーの時に拾いたかったな。本当に欲しかったんだよな。今別に心の底からそんなに欲しくないもん。今のカードキーなんて。本当に欲しかった。昔の強かった。7000万した頃のカードキー。俺7000万でカードキー引いて、もう一生金策せずに合流しようってずっと思ってた。引いた時の使い道考えてたもん。カードキー引いたらもうずっと最強装備で合流やなって。期待してたんだな。俺7000万の時。いや、夢あったな、あの時は。マジで今夢ねえもん。しょうがない。いや、俺300回ぐらい行ってんじゃないですか。普通にワンシーズン中に、昭和ライン、
あのたどり着いて鍵開けてやっと1回じゃん。たどり着けない、開けられてたとかで鍵開けれないことあるじゃん。俺鍵ぶっ壊れるまで使ってますからね、どっかのシーズンで。鍵部屋見っか。ん？てか今あいつ鍵部屋入れなかった？行かなかった？鍵部屋開いてた？いや違うね。でも多分これ漁られてるな。まあ見てみるか一応。たまに漁られてない最近。ここ。昔ここめっちゃグラボ開いてたんだけどな。ここの箱。これビビったら負けなんで。テトリス持つでもビビったら負けなんで。まあ俺1700万あるし。この箱軍用バッテリー出ますよ。軍用バッテリーはタスク品なんで、漁るべきな。あ、これ絶対入ってる。うわあ！すごくね俺！帰るわ。これ100、ああ、すみません。うおぉ！かか帰らなきゃ！おぉ！マジか！やっべえ！やめろ！やばい！やばい！100万、130万これ！重すぎ！この重いのバレると殺される！スカブかな？うわぁ、ヒーティングパイプから変えるか。重いよ！やだ！死にたくない！死にたくない！俺死んだことないけど、スカブで。ああ、死にたくない！これは死にたくない！もう終わってる、俺。カーバッテリーも終わってる。カーバッテリーも俺全部拾い集めてたから。あそこ漁ってるとね、カーバッテリーよく入ってるからね。カーバッテリー5個も終わってるわ。あー、怖えー。やばすぎー。やばすぎー。半端ねー。マジかよ、この一戦来てよかったー。なん、グラブなんて目じゃねえぞ、これ。マジで今トップクラスに高いアイテムだぞ。高まってるからね。これどんどん値下がってくんだけど、今は多分もう全盛期やな、このアイテム。すさまじく上がっていく、上がってるところですね、今。今、最も上がっています。まあ、アメリカのサーバーはあれっすよ。多分、相当飛び出された時に、こっちにディスアドバンテージある。2秒ぐらいぼったちに見えてると思う、相手からしたら。明らかに打ってんのに、そもそもショット数に含まれてなかったりするから、結構猶予あったな、みたいな、でも。夜はな、社会人組辛いだろうな。朝一ね、マッチング死ぬほど早いんですよ。もう死ぬほど早いですよ。スカブとか30秒でマッチ入りますよ。朝、俺は、優雅にね、まず、めっちゃ早く起きて、コーヒーを片手にね、パソコン起動する。いや、起動してるけど、ただ5本起動する。カチカチ。で、まずはスカブを回す。優雅にコーヒーを飲みながら。もうそれは30秒で始まります。コーヒーを口に運んでる間にもうマッチングしてます。で、始まって、あさって、クールダウン中に走行、優雅に走行整理する。で、またスカボを回してと。そこまでが一連の流れだね。それで満足いくまで走行整理するまで続く。スカブと整理が。優先マッチ券欲しい。優先マッチ券。ちょっと出しますよ僕。優先マッチ券買えるんだったら、タルコフだったら相当楽しませてもらってるから、俺結構出してもいいな。ぶっちゃけスマホゲーに出すより健全だからな。まあ俺10だったら余裕で出しちゃうな。何の躊躇もないかな。なんか別に出せる出せないじゃなくて、このゲームにだったらそんぐらいは躊躇なく出せるかなってレベル。道にも迷わない。別に出せるけど、別に額によってはそれ以上でも舐めてるだろうってなっちゃうから、ゲームにそれ以上は無理だなって。さすがにユーザー舐めてるだろうってなって先に来ちゃうから、そういうやっぱ愛知県民としての反骨精神が、あんまりユーザー舐めんなよって。銃って相当やばいじゃん。銃って意味わかんないじゃんゲームに。でもそれほどこのゲームは楽しんでるから出せる。他のゲームだったら出さないかな。まあスマホゲーだったら、めっちゃハマってるスマホゲーだったら出すけど、この人倒したから俺が成り代われるんですよ。あの、カスタムの最速。あそこ俺が最速になったから、今。この人を殺した時点で。つまり、あそこでスカブ狩りをするのは僕です。これ絶対バレてない。
バレてない、絶対バレてない、絶対バレてない。これどこ？後ろだ、後ろだ。アサリ出したら殺すわ。アサリだ、アサリ、アサリ。いいぞ、これ、いいぞ。心臓止まったわ、こいつ。こいつ、心臓止まったわ。これは心臓止まったわ。やべえ、俺や、デスガンだね、これ、俺。関デスガン言うた。これはガチで心臓止まるね。まあ、グリアリングが大事ってことやね。俺はクリアリングしたよ。このスカブがちょっといい仕事したな。5日目30。プレイ時間の割には遅いかな。まあ俺スカブのやりすぎだわ。金はあるけど。早い人はもう、まあバカ早い人は、もう50近くとか40超えてたりするけど、まあそれは例外だね。別に遅くはないっすね。今30は。普通に早い方。でもやってる人たちはもう30超えてるかな。いや、1日、12時間はやってないっすね。これ、あの、ゲームで本気で心の底からやってるって言えるのは18時間です。12時間はやってるけどやってないっす。専業プレイヤーとしてはやってないっす。いや、でもガチニートの時そうだったよ。あれだしな、でも。もう本当に、下手したら今よりゲームできるからな。俺がガチニートの時は。そりゃやるよな、18時間。睡眠はもうクソ眠いっつって。睡眠時間削って、でもパソコンの前に座ったら目覚めんだよ、プシャーって。もう眠かったのに、もうたまらん。パソコンの前に座ったらもうブルーライトで目が焼かれて目が覚めんのよ。いや、やるんだよね。もう俺正直今優しい方だと思いますよ。マジでイカれてたんで、普通にイカれてたんで。 WHO の発表するゲーム中毒にもうぴったりな症例っすよ。全部捨てて4畳半のアパートに住んでゲームやるマシン。4畳半のアパートに住んだら配信できねえよ。怒られるよ、お隣さんに。お隣さんマジ文句言わなかったんだよな。まあ俺と目も合わせなかったけどな。頭のおかしいやつだと思われてたから、お隣さんに。そりゃ目合わせねえよな。普通に窓フルオープンで隣の玄関先で井戸端会議してる中、俺ガンガンに声聞こえるように、向こうの声聞こえてくんだよ。俺その中普通に結構大声で喋ってたからね。切れたりしながら。お隣さんにマジで申し訳立たねえよ。もう普通にお隣さんがやばいやつだったら俺殺されてると思うんだよな。騒音トラブルで。半端じゃない。昔の。マジで、優しい人でよかったよ。